スポーツジャストワンをご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画の下に、皆様の毎日をブラッシュアップしていただける、素晴らしい朗報もありますのでどうぞ。紀平梨花全日本選手権、ものすごい失敗。2018年末開催されたフィギュアスケートの日本一を決める大会、全日本選手権。女子は注目の紀平梨花がショートで出遅れたが、フリーで巻き返した。強い気持ちでトリプルアクセル2本を成功。その心の動きを追った。女子の主役は2018年12月初めのグランプリ GP ファイナルで優勝し、世界一となった紀平梨花16のはずだった。だが紀平には初めて注目を浴びてから迎える日本一決定戦という重圧がのしかかっていた。加えて9月から使ってきたスケート靴が柔らかくなっている不安も抱えていた。 GP ファイナルでもギリギリの柔らかさだったけれど、その後新しい靴に変える時間がありませんでした。靴の足首部分の皮が柔らかく、ジャンプを飛ぼうとして体重をかけるとぐにゃっと曲がってしまう。公式練習では靴の足首部分にテープを巻いて補強し、適度な硬さを模索した。しかし21日のショート直前、過度の緊張から冷静な判断を欠いてしまった。まず感触を柔らかくするためのジェルパッドを足首に巻いた。さらに6分間練習が終わった後、本番直前にまたテープを巻き直して慣れない硬さに変えてしまった。スタートのポーズを取った瞬間に感触が悪いことに気づく。ものすごいダメな失敗をしてしまったと思いました。靴も心も整わないまま演技をスタートし、トリプルアクセルは転倒。続く連続ジャンプでもミスをし、68.75 点でまさかの5位発進となった。すごく不安があったまま演技してしまいました。フリーに向けて何かを変えないと。なんとかして気持ちを強気に持っていきたいが、不安は大きくなるばかり。フリーの23日は公式練習から本番までの間はホテルで一旦昼寝をする予定だったが寝つけなかった。本番1時間前に会場入りすると、頭をフル回転させて自分の弱さと向き合った。この負担に勝てなかったらもっと大きな大会では絶対に勝てない。ここでミスしたら GP ファイナルで1位を取れた選手じゃない。これだけ不安なのは頑張りたい気持ちが強いからこそ。頑張ろうと思う占い師だ。急に気持ちがポジティブに変化した。冷静になり、伸びやすい硬さになるよう靴をテープで補強。全ての準備が整った。フリーではスタートのポーズを取ると、ショートとは一転落ち着いて靴に話しかけた。今までありがとう、今日もお願いします。集中して滑り始めると、冒頭で2本のトリプルアクセルを成功。地響きのような歓声が起きた。後半に一つミスはあったが、最後までパワーと美しさの共存する演技だった。フリーの得点は 155.01 点で、国際大会での自己ベストを上回るハイスコア。総合 223.76 点で首位に立つと安堵の表情を見せた。その後、最終滑走の坂本花織18がショート、フリーを通じてパーフェクトの好演技を見せて初優勝。紀平にとってシニアデビューでの全日本女王とはならなかったが、笑顔で語った。最高の演技ができて、不安を乗り越えるいい経験ができました。靴にも頑張ってもらったので、ありがとうの気持ちです。ライター野口美恵、あえら2019年1月14日号。みんなの声、紀平梨花さんでも甘いことがあるのですね。あれだけの超繊細な感覚で全てを進めていく彼女にしたら意外でした。ただこれが全日本クラスの大会で良かったですね。敗因がはっきりしていたのですね。貴重な体験でした。今後の最高峰の大会、北京五輪に向けての準備の一つが完了しましたね。これからも大会に出るたびに一つずつ蓄えが増えていくのですね。
怪我に気をつけて頑張っていただきたいです。木平さんのメンタルは人並み外れていますね。ここで勝てないようなら大きな大会で勝てない。こんな風に切り替えられる精神力はどこから来るんでしょう。 SP では全てが裏目に出ていて、靴の不安も引きずってもおかしくなかった。逃げ道はないと自分を追い込んで、それをやりきる精神力は16歳の少女のものではなく、高みを目指すアスリートそのもの。年齢は関係ないのかもしれないですね。年を重ねたからといってプレッシャーに勝てるかといったら、そういうわけではないし、本人がもともと持ってる精神力に加え、信じることができる練習があるからこそなのかも。浜田コーチのところは徹底した基礎を課してるそうですが、やはり土台は大事ですね。土台が揺るぎなければその上に立つものは傾かない。だから自分を追い込めるのかもしれません。4大陸ワールドと続きますが、持ってるものを全て出し切ることができますように。重圧のかかる中、冷静に自分の状況を判断して修正してくるところが立派だなと思います。北京オリンピックまで怪我なく心技体整った状態で活躍できることを願いながら、これからも応援していきたいと思います。まあ木平選手はメンタルは強いと思う。全日本は国際審判でないので、今回はこういう結果になったけど、それほど気にすることはないんでないの。世界でするときはいつも通りでいいと思う。安定に演技さえすればそれなりの点数になるだろうし、結果もついてくる。なので他人は気にせず、自分の演技に集中すればいい。安定感だけつけたらいいよ。シリーズからファイナル、全日本とかなり日にちが詰まっていたので、靴のことは本当に悔やまれますね。シリーズとファイナルにもう少し日にち的に余裕があればまた違ったのかもだし、毎回一つ一つ失敗を細かく分析し反省して改善しているので、靴のことも今後同じ失敗しないでしょうね。一つ一つを乗り越えていっている彼女は、今まで誰にもないぐらいの成績を残しそうで楽しみです。木平さんは全日本のフリーの演技最後の瞬間に最高の笑顔を見せてくれました。でも NHK 杯の時のような一貫あふれるガッツポーズはなかったですね。トップが取れなかったのはその差だけだったと思います。自分の演技が演じ切れたという安堵感で終わるのではなく、貪欲に勝利を目指してくださいね。ロシアのザギトワさんやジュニアたちは強力です。木平さんの飽くなき挑戦と一生懸命な演技、心に染み入ります。また感動で涙腺を緩ませてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。